そうだ。だが、俺は。仮初めの安寧が国を包んでいく。人がある限り、いずれその絶望からまた鬼は生まれるだろう。そして今度こそ人を喰らい尽くす。その時この国が、最後の世界が終わる。あるいはそうなるより先に人が人を根絶してしまうかもしれない。どちらが起こるにせよ、それはまだ先の話。少しの混乱の後に、いつもの日常が戻ってくるだけだ。何も変わらないかもしれない。それでも、俺は息を潜め、ただ見守ろう。そうして、命と寄り添い続ける。この鬼の鳴く国で。